14時21分46、7、8、9、50分、あ、50秒。あ、しまった。はい。あ、かわいい顔してるな。結構年取ってるのかな。ここもも以外の方法知らないですけどね、私は。帰っていく。よし、じゃあ再スタート。信号よくわからない。わからんな。あ、これ右か。あ、でもどっちでも行けるな、これ。こっち行ってみるか。あ、冷たい麦茶を詰めていきなさいと言われてもらってきました。美味しかった、リード食堂さんでした。あと200の峠越えるのに、まあ1時間かかったとして、3時半から平坦なとこ進み始めて、6時ぐらいになるな。この道か。そうそう、さっきの縫い堂食堂さんのばちゃんと話をしてたんですけど、自転車乗りは結構来るみたいですね。数日前には70台ぐらいの自転車乗りが来たって言ってましたね。日本一周してる人って言ったかな。あ、歌舞伎堂の歌舞伎ってこれなのか、福浦歌舞伎。の里。ああ、初っ端から登ってるな。わあ、録画できてるか、見える見える。
両部、両、両モーディのかな、共同作業施設。食ってすぐはなんか体に良くない気がするな。ゆっくり行こう。サイモラって書いてある。どういう所有の車なのか。
お、なんだろう、赤十字社。日陰だ。ふう。あ、しまった。こっち開けっぱなしだ。しかもポタファイ出しっぱなしだった。100m で休憩しよう。標高 100m で、風が来ないな。あ、ちょっと来始めた。で、40%か。
あー冷たい、はあ、冷たい麦茶、はあ、その麦茶詰めていきなさいって言われた時にん、何で今カランカランって、これは、あ、端子がブラブラしてんのか、よその麦茶詰めていきなさいって言われた時にわざわざ冷蔵庫から別のポット冷やしてたポット出してきてもらってしまいました。よっと、でいいかケーブルマニももうちょっとまとめないとな。なんでこんなとこにマックのゴミが捨ててあるんだ。燃えるでマックがあるとこってどこなんだ一体。むつしかな。お。ズボンか、ジャージズボンかなんかか、
風が涼しい。結局カモスカ見れてないな。カモスカ見たかった。あと40ちょい。
8%。ああ、あの辺りがピークかな。海がちらっと見える。海がというか、向こうの方の断崖絶壁がちらっと見える。さっきのあそこのとことフォントが違う。ここの8の字はまん丸を2つ組み合わせた8だけど、あの 500m 上りのところで見たときは、なんていうのかな、角が丸くなった四角っぽいのが2つ組み合わさってました。なんでフォントの話してるんだろう。ニコ生でやりとりがあるならともかく、独り言で言うのは虚しすぎるな。セットのケーブルがマイクに当たってる。うまく立てできないな。あの先がピークかな。地図だとよく見えない。そうだ、 GoPro メディアがあんまり残ってなかったな。まだ動いてるか。猿の声がする。この辺か、ピークこの辺か。標高200超えた。
ピークっぽい。今のはどれだ、トンビなのか。この辺の猛禽類なんて書いてあったかな。ヨタカじゃなくてミサゴだったかな。ふう、とりあえず到着かな。あと平坦まあ大体平坦のはず。GoPro のメディアの残量が分かんないの、これじゃちゃんと見るか。あ、まだ2時間もある。夕方4時半までは楽勝か。よし、なんか仏ヶ浦の歩きが一番疲れたな。あれ、登ってる。地滑り箇所。違う、1分13だ。
と30キロぐらいかな。2、1、5。車通らないな。ああ、ディスプリカーショーってあれか。逆光だけど。あ、まだこっちだったのか。危ない危ない。すごいな。あそこまだ少し登ってんな。しかし道新しいな、なんか。
そうでもないかな。この辺り道を完全に作り直したのかな。まだか。左に降りても仕方ないな。行き止まってる。旅行だったのか、ツーリングだったのか。
ああ、まだこの後そこそこ登るように見えるな。おお、まだ結構登るな。さっきの登りが最後じゃなかったっけ？あれ、さっきの人だ。さっきの青いスクーターの人だ。だっけ、手袋が臭い。
ここで生存報告がてらツイートしとこう。ダウンじゃない。ダウン。多すぎ。え？西伊豆かよ。写真つけて、とこと、あ、かが、よし、本当にこういったアップダウンがあって、港にで港町があるっていうパターンは本当に西伊豆っぽいです。西伊豆のメラ港とか、あとどこがあったっけ、土地の名前覚えてないんですけど、西伊豆の方は100メートル200メートルの登り山があって、でそれの間に小さい港町がある感じでした。このアップダウンどうなってるんだ。
大間まで20キロ3時半前だから、まあ行けるかな。本当に平坦だったら。しかこの先もまだそんなに完全平地に見えないんだけどな、地図上では。これは電波あるかな。人も住んでるし。まずは電波強度をチェックして、中か、まあ弱よりいいや。それじゃあ GoPro 録画したままだと、まあいけるか。じゃあちょっとまたマイク外して本体マイクの音声になります。さて配信準備します。
13分か。ここだから予約かな。取れない。おかしくなってる。ああ、もう今設定が元に戻った。どう？で、ここでこれです。こっちのボールまで
たり、録音スタートして、で、あと一応時刻も15時29分17、18、19、2029分になった。あー、くそー、間に合わなかったか。遅い。やってきた。なんでこんな遅いのかな。電波まで弱いかな。いらっしゃいませ。ドゥ、早く早く、ロード遅い。来た。こうして、また北海道に行ってるのか今ここ。これで行け。9月上陸。よーし、やっとつながった。お待たせしました。うん、マグロ。大間崎まであと20キロです。18時までに着けそうな感じですよ。ふう、疲れました。ここまで。昼飯、歌舞伎丼。うん。平日昼間から自転車でございます。どうすか、羨ましいですか、羨ましいですか、どうなんですか。こんにちは。お昼ご飯、あと麦茶も詰めていきなさいって言われて、今冷たい麦茶が水筒の中に入ってます。電波はいいが、あー今いいですか。あ、本当だ。今ここの iPhone の GPS どうなってんだろう。あの昼飯はん、津軽海峡片道1回しか、あ、津軽海峡だから、いや、往復してない、してない、渡ってない。渡ったのは陸奥湾ですね。私は早い移動、早い移動せやって言われると移動したくなくなるな。じゃあちょっと麦茶飲んでからゆっくりとね。歌舞伎丼うまかったです。ただウニはですね、生ウニの季節がちょうど今終わったばっかりで、数日前に、いや、あのウニは甘塩ウニです。生じゃないんです。ん、傾いてる。そうだ、
冷てえ。まあそうですね、脇の左右スのペアレントさんによればこの先はもう平坦だと、フラット、こんにちは、この道、いや今ダンプ通ったの久しぶりですよ。氷じゃなくてですね、あの冷蔵庫に入れてあるのを出してきてくれて、その詰めなさいって言った時にまた別のポット出してきてくれて、いや麦茶無料うまかった、てかうまい。カメレオンテさん、片側通行だけどあれはないんですね、あの3215はん、ダンプの何が NG、 もう海抜ゼロぐらいまで下ってしまうんで、請求書が麦茶代、なんか麦茶代っていうといかにもビールを隠してるみたいな感じですね。やっぱり地元、あそうですか、食堂が2個並んでてですね、あの十字路のところに3サロだったかな、で、あのでっかい方の食堂とちっちゃい方の食堂があったんですけど、ちっちゃい方の食堂にしました、ちっちゃいから。あとあの縫い山っていう、あれ縫い道だっけ、縫い道だっけ、確か縫い道食堂でしたよね。あ、ゲームたくさんある、あ、これ今は FMLE です、いつまでできるか、あ、もう電波悪い、ダメか、じゃあ今行っても仕方がないかな。あの縫い道食堂さんは自転車乗りが結構多いらしいです。そう、縫い道、あ、猫だ、ど田舎、まあ確かにど田舎って言われればど田舎だよな。昆布仕上げ中だ、配信なくてきつかったです、どっちしろ。あ、今 OK、 FME と FMLE は FMLE の方が正式っぽいんですけど、ニコ生では FME と言われてますね。オモマグロ、そう、ヌイドーと読むらしいですね。うん、人います、います、わかめ、あれは昆布、あの干す場所がないんで歩道に干してあたりしましたね、あれ昨日だったっけ。仏ヶ浦はですね、あの異世界のようでしたが、あそこが一番疲れた、あの標高100以上の駐車場からあの階段と坂道で歩いて下っていかなきゃいけないんですよ、山道を、あれがきつかった。ていうか上り、階段下りよりも、あ、今日までです、キャンプ場泊まります。あの上りの方が精神的に楽だと思ったんだけど、予想以上に足がきつかった。え、スナックそのとこなんですか。そう、今坂道でスナックが多い岬ってどんなんだ。あ、道は全部舗装です、漁師は、あー、なるほど、なるほど、そう言われると納得するかな。こんにちは、今日は海沿いコースでした、チャレンジングコース、ライムライトって、ライムライトは確か徒歩宿かなんかの名前にもあったな、ライムライト、元はチャプリの映画ですかね。ラオスも、へー、オーマー、なるほど、帰ってくるのを狙って常連客を狙うみたいな感じですかね。あの仙台の港のところも今日ここまで走った距離は50キロぐらいかな。うん、あ、マグロバーガー、ただ私が着くのは18時近くになるんで店はやってないんじゃないですかね。こんにちは、あ、今のところ電波大丈夫っぽいな。仏ヶ浦の函館でしたっけ、ライムライト、あ、カメラありがとうございます。で、あれあれ、今なんかこれ以上上げられなくなってたけど、今上向きましたかね、これで。桜井さんと、そうですね、桜井さんは今日はどこまで行ってるかな、階段国道行きました、ぬるぬるですか、階段国道でひどい目に遭いました、押して下りにくいよ、あれ、仏ヶ浦行きました、あそこきついですね。あ、カメラ OK ですか、あ、じゃあ固定の仕方がちょっとずれてたかな、耳で上向いてますね、おお、
なんじゃありゃ、なんか佐渡島の大野亀とかあの辺りの感じに似てる。うわー、なんじゃありゃ。あとあのナムコの戦車ゲームのアサルトっていうゲームの、なんか地上に墜落した宇宙船みたいな、またマニアックな言い方してしまったけど、はあ、すごいな。仏ヶ谷世界観でしょうね。真っ白でしたね。あの岩結構でかいですよ。で、あれの上通るのかな。じゃあまた登るのか。広いですね。ああ、仏ヶ谷でなんかめちゃくちゃ疲れたんですよ。いや、あの岩すごいですね。オーバーハングになってる。調子の外側。ああ。わかりにくいからすいません。奇岩ですね。稚内には岩とかありましたっけ。あ、教育委員会ってことはあれ、スクールバスか。極秘施設。ああ、テロで壊されたやつの予備ですよね。コンタクト。ん？フラット、フラット。確かコンタクトは、なんだっけ、宇宙学者っていうジャンルはないよな、何学者だっけの人、あと SF 作家でもあったっけの、なんとかって人が関わってた映画でしたよね。なんだっけ、カール・セーガンだっけ。いいよ。ああ、シャコタン半島、そうですね。あの辺りも奇岩が多くて、あと、中上設備多いですよね、あそこは。確かシャコタン半島、カムイ岬は私は行かなかったんだったかな。カムイ岬って2個ありますよね、北海道に。知ってる範囲だけですけど。ああ。夜は、昼も少しあったというのは何だろう。夜は一応自炊しようかなと思ってたんですが、マグロやってる時間帯だったらマグロ行った方がいいかな。八丈小島、あの変な形のやつでしたっけ。どんな形してたんだったっけ。あとあの、利尻島のポンモシリ島だったかな。なんか爆発で吹っ飛んだような、島というか山というか、岩か。カムイコタン、うわぁ。やっぱ登るんだ、これ。全然フラットじゃないよ、ペアレントさん。よっ。まあ、だいたい予想はしてたけども。大きな登りはないって意味ですよね。お、こんにちは。はあ、誰もいる事件。それはあちこちありましたよ。知らないけど。昼食の刺身はですね、大間マグロじゃないって言われました。そんないいマグロじゃないんだけどって言われました。正直だよな。弱いかな。いや。気温は25、6度、27度ぐらいまでいってるのかな。ただ日に当たってるとやっぱ暑いですね。もう今日は、本日は足はソールドアウト。よいしょ。海岸線。場所によっては本当にフラットですけどね。あ、ふんしやがった。緊張ですか。乗りのうちに、そうですね。カチカチ。お、愛してる人いらっしゃいませ。あ、GoPro。あれ、カメラ性能8メガのままじゃなかったですか。今は、サイ村っていうところに行こうとしてるんですけどね。まあ、サイ村の中だけど今。釣りしてみるか。
新車の効果あんまり、もうマグロ、写真、ぐらいすら、それはまあ、GoPro がですね、あちこちで途切れてるんですよ。うまく充電できてなかったり、メディアが切れてたりして、Z さん、自走で来れなくはないですね。すごいですよね、これ。そこに寄っかかってるから、倒れては来ないのかな。iPhone5 はなんか、あれ、アプリの互換性どうするんですかね。単に、なんか、画面中央に、やや小さく、iPhone4 のアプリを表示するのかな。ハード的にはあんまりなんか、ものすごいの違いはないですよね。薄くなってるくらい。Z さん、まあ無茶ぶりと言っても、ほぼ不可能だったらそれは、まあでも、ツイッターだとノリでみんなが降り立てるから、はって、ソニーのやつはなんか縦長なんですよね。うまかった。え、何が？そう、溶岩。電波。フィルタリングが、今私は iPhone テザリングされてる側になってるんですよね。使い方として。ポタファイにつないで iPhone が無線 LAN を使ってます。おはようございますかな。どうかな。このスピードでずっと登り続けるのは今日だいぶできてるので、苦しくて死ぬってことはないんですけどね。おう、うわあ、洗濯は宿で、危ないのも iPhone だったら確かに意味がある充電できそうですね。おお、やっぱり佐渡島みたい。弾崎とかあの辺りみたい。現地の人なんて、こっちの人はなんか、まあ関東から旅行で来てる人も多数含まれるんですけど、よく話しかけられますね。うん。電池は、iPhone5 電池は若干持つようになったんですよね。うわ、すごいな、柱状節理。上の方とか、あれ、ほどけて落ちてこないのかな。サイクリストは一人も会ってないです、今日は。あと、車も超少なかった。うん。5は、綺麗ですね。また登った、登った。あ、泳げる。でも、海水浴場みたいな感じじゃなかったですね。今、これ、標高50。50はフラットのうちです。50の上りは。ああ、炭酸飲みたいけど、さっき昼飯前にファンタグレープ飲んじゃったからな。レモン系の小さめの炭酸があったら最高なんですよね。休憩。まあ、昼飯食ってからまだ1時間も経って、経ったか？宿で手洗い。洗濯ですか。そう、1時間に1台。平均するとほぼそんな感じでしたよ。だからドイツの人が、ヒッチハイクしようとしたら、多分、乗る前に干からびてるんじゃないだろうか。じっとしてたら。うわぁ。これなかなかいいですね。ああ、なかなかいいって言ったのにトマトかよ。そう、景色が。うん。ポタナビって何でしたっけ。ホルステンバックス。おお、電波は今切れたのか。ん、緊急用に。あ、今ここ、あ、緊急用は電話の、おお、
ああ、これ今電波いってるのもったいないな。ダメかな、来てないかな。向こうに風力発電の風車が一気回ってて、あと確かにフラットに。あ、自販機は食堂のとこにあったんで、そこでファンタグレープ一気飲みしました。大変美味しかったです。こういうとこ走ってて喉渇いてくると、二人、今来てないかな。上り速度は OK。 あ、見えてます。ドイツの人はもう函館に渡っていこうじゃないかな。あ、いけてますね。っていうか行ってますね。そう、車ほんと少なくてよかったです。あんだけアップダウンがなけりゃな。北海道に何さんって言ってたかな。ん、海鮮アフォーマです。今一瞬海鮮って、あの海の幸の方の が頭の中に出てきてしまった。ドイツ人、あ、そうだ、ドイツの人意識したかどうかわかんないですけど、今朝の朝ごはんにはジャーマンポテト風なものが入ってましたよ。プチトマトが入ったジャーマンポテトみたいな感じかな。真夏、ああ、それはそうだと思います。あの真夏の暑さだったらかなりやばかったです。そう、ドイツ人ビール好きなイメージ。でもそれって九州人は全部あの酒に強いって思われるのと同じぐらい大雑把な分類ですよね。っていうか九州どころかドイツって国単位だから海のようだ。あ、なるほど。え、ドコモの回線使うナビがあるんですか。へえ、 SIM カード入れるところあるってことかな。ジャーマンポテト、まあジャーマンポテトとは言ってないですけどね。そう、やっと晴れましたよ、昨日からだけど。初日晴れてて、2日目3日目が超土砂降りで、で4日目も途中土砂降られて、ジャーマン投げっぱなし、また登り。今日はあのキャンプ場に泊まります。大間崎の無料のキャンプ場があるらしいので、で近くには21時までやってる温泉がある。温泉かな、まあ銭湯かなんか。結構人集まるらしいんですよね、あの大間崎って。タピ崎はほとんど人いなかったけど、変な影、何の影、ビール飲めない。国民全員が均一じゃないですからね。ポンジュース、蛇口から出るネタはポンジュースが元でしたっけ。うどんつゆじゃなかったっけ。じゃあ、ビールがってことかな。いや、うどん出汁ですよね。ていうか、それはうどん屋さんにある、あれ普通のうどん出汁供給器のことじゃないのかな。あれ、蛇口の形してるし。結構恥ずかしい。何が、ハートサブレですよ。それいいな。その偏見は面白いですね。神奈川県民はハートサブレで飯が食える。が、ガンダム半鐘だ。本当になんか純粋な半鐘だ。今時のスピーカーがついたりアンテナがついたりしてない、単にあの柱の上に乗る台とあの鐘があるだけのやつ。かっけえ。全員暴走族よこすか。おじゃんになる、おじゃんになるっていうのがそのじゃんのあれの元のなんですかね。いや、まあ、私は高遠で太鼓鳴らしたな。あ、今ここが、ちょっと今ここ見ますかね。そのピークまで来たら、ギア落としすぎた。怪しくない、怪しくない。でも本当にこのヘルメットマウントについては今回よく話しかけられますよ。それは何をやってるんですかってよく聞かれます。ピボザル、仏ヶ浦でも、一人に聞かれて、
一人には言われる前にこっちから説明しました。こいつ落としますかっていうな。頭から生えてるのはこれ GoPro、 GoPro HD Hero 2、 SD カードに録画中です。ちょっと日陰に入って、 iPhone 5 は OS とかのアップデートの内容次第ですね。ハードだけだったら別にそんなに、まだ CPU がむちゃくちゃ速くなってるんだったらそれがいいかな。今ここをアプリを殺して立ち上げ直してオン。あ、でも iPhone ももう30分か1時間ぐらいで切れそうです。名刺まだ残ってます、10枚ぐらいは。今回ありったけ持ってきたんで、あ、 4S の倍ってことは4の4倍じゃないですか。どうだろう、これでいってんのかな。送信成功が最近出なくて、今ここオフした。いや、そもそもこれ現在地がちゃんと iPhone で把握できてないんじゃなかったっけ。あ、デュアル CPU、 デュアルコアじゃなくて、こういうの最高。ああ、そうそう、 YouTube にも上げてますからね。ああ、あと何回このフラットの上りがあるんだろう。止まったか。4時半過ぎたら SD カード変えないとな。うん、 Google マップ、 Google マップだったら全方位なきゃダメですね。マジです。iPhone はですね、結構私汗まみれにしてますけど、最近はあの防水のビニールバッグなんかケースを買ってきてそれに入れてます。でもめんどくさいから今日はしてないですけどね。今日みたいに峠を 1,2 個登るくらいの汗だったら大して。簡易ソーラーパネル、あ、ゴミ箱付きのちゃんとした自販機があったけど、またちょっと喉乾いてきたんですよね。あ、帰ってきた。現地の話はかなり、あ、じゃあいや、まだまだつかないです。20キロあってまだ15キロぐらい残ってるんじゃないかな。15キロ以上残ってるかな。爆始まりの時に残り20キロで、でアップダウンが結構あったから多分5キロ進んでない。北海道はうん、あのマグロご期待くださいって何のネタでしたっけ。マサルさんでしたっけ、何だったっけ。あ、昼の昨日の昼は本当に泳いでましたけどね。町はこれは、あ、西村の町か、西村、西村、相馬のマグロマップ。でも実際この映像は全部 YouTube に上げてるんで、地図、あの左上に出てる地図を飼育 対象としてやれば、この通った道は本当に全部 あの自転車の速度で見た景色が見られますから、何らかの意味あると思うな。あの映像作品としての価値はないにしても、資料としての意味はある程度あると思うな。といってももうGoogle マップ車が走ってたら意味ないんだけど。うん、うん、マグロ、マグロ暗く、そうですね。あれ、予定ルートこれ左側に入ってまた戻ってくるルートにしてるけど、なんだ外れに、いや、ここに来てあの急に市街地になったってイメージですよ私は。マグロ丼が、うん、これでもヘルメットの上は軽くしてます。函館の、あ、残り3分、小さい炭酸ないかな。小さい炭酸はそう、雇う目のあるとこ本当ですよ、ない。
青森、緯度的にはほんの少しですかね。炭酸大好き。眠さはですね、今あまり来てないです。脱サラ漁師。自販機ありますよ、この辺りだったら。ライハ、ああ、そうそう。あれ、本当にそうかもしれない。あのマグロ刺身、本当にうまかったんですよ。なんていうか、カンパチとかハマチとかの、かすかに酸味がかったような、味わいてありますよね、魚の刺身の。YouTube の動画、延長はないんですよ。さっき実は予約枠取ろうとしたんですけど、間に合わなくて。なんで歌舞伎、あれはですね、あそこの福浦っていう土地に、福浦歌舞伎っていう無形なんたら文化財があるんですよ。それが元ネタらしいです。あとは、そのウニとイカと、イクラの色合いが、歌舞伎の歌舞伎の模様のあれの銅とかで銅とかで、関係ないか。ん？記録残してる？11分ですよね。お疲れ様でした。じゃあ次は普通に撮ります。次は帰ります。ん？役場に行けば何がでしたっけ？自販機の話じゃないですよね。お疲れ様です。ちょっとアップダウンがあるだけでも今日は響くな。あと1分、了解です。天然炭酸っていうのは湧いてるもんなんですかね。お疲れ様です。トマト持ってった。カラストマト持ってった。赤い丸いもの加えてた。次あります。お疲れ様です。いや、すぐのどかくな。ヒトザルシルエット。なんかゴロいいな。あまり考えずにまっすぐでいいんだよな。お疲れ様です。終わった。どっか道端の車の邪魔にならないとこで。おお、市街地だ。途中山ばっかりだったからな。まさに西伊豆みたいな。あれを配信で見せたいな。4時半だからこの枠の終わりぐらいで SD カード交換しないと。目の前通る。間に合え。よし。目の前じゃないか。マグロ。次枠です。お、来た来た。海峡ミュージアムってどこでしたっけ？津軽の方じゃなかったですか、それ。いらっしゃいませ。なんかここで枠取り
ちょうど音が聞こえたのでここで枠取りしたんですけどね。なんか来る、なんか来る。右側。あれ？こっち来るんじゃないのか。じゃあこっちから行くか。いや、近づいてきてる、やっぱり。あ、来た来た。おー、ブラシ。あ、まだ飾り付けしてないな。まだ練習中ですね、ありゃ。おー、あ、曲がる練習か、今の。おお、すごいな、迫力。すごいな、よくこのニーズで動かせるな。ぶつかり合う感じには見えないですね。おー、いや、私もなんかこれ見られてるのはたまたま。うわー、生音です、生音。中であれ、子供がやってるんですよ、演奏。子供がやってます。あ、でも笛はどうかな。体感間違いなく子供がやってるんですけどね。笛はもしかしたらラジカセかもしれない。厳しいて。あ、またいる。あ、やっぱり笛はラジカセだ。すげえ。すいません。あ、2台ですかね。あ、移ります。あ、ガザン、ガヤマ、ガザン。電線はまだ余裕ありますね。まだ電線はるか上です。いや、練習でしょう。で、こっちはどうなるんだ。運転手さん笑ってるけど。まだ今日じゃないんでしょうね、あの感じだと。まだ飾り付けてなかったから。面白いですね。これはなんて地域なんだっけ。西村のど真ん中なのかな、これは。大間まで13キロ。多分練習ですね。土日、ああ、そうですよね。それか金曜夜か。もう9月。うん。砂壁ですか。あ、子供がなんか半分やけくそみたいな叫び方してるな。ああいうのもいいな。ラッキーでしたね。素敵な伝説が。なんか。どこぞの木の下で告白したらどうとか、そういう話ですか。ん、マグロ祭りではなさそうでした。マグロ的な要素は見えなかった。休憩、あ、大体そうじゃないですかね、こういうところだと。疲れてるのよ、キメも。嫁は今若い女性はいなかったな。幼い女性はいたが。 iPhone 祭りか。さあ、食事処道、スナック道とも書いてあった。マグロどうですかね、この時間から行って。早朝の朝だったらスナック兼食堂みたいでしたね。あ、ん、援助スナックマグロ。スナックマグロってなんかパリパリサクサクしたマグロみたいじゃないですか。スナック感覚で。おっと、仏ヶ浦からまだ23キロしか来てないのか。あ、こんにちは。
お。これはビデオカメラです。あとこっちは生放送です。生放送しながら自転車で走ってるんですよ。ニコニコ生放送っていう仕組みがあって、それで今映ってます。この距離だったら顔わかんないですけどね。今日は大間まで行ってキャンプします。よった。これお祭りは土曜か金曜かなんですか。明日金曜夜か。あっちでもなんか2つやってましたね。あ、ぶつけるんですかこれ。いや、もう日程が残りが まあでもよくあるんですけどね。じゃあ失礼します。あ、ありがとうございます。いや、ニコニコ生放送ってなんかって感じでしたよ。じわじわと乗せてもらって。そう、喧嘩祭りでしたね。なんかぶつかった跡とか見えなかったんで、あれって別にぶつかるもんじゃないと思ったんですけど、あ、そう、予定変更してここに泊まったらどうかみたいなこと言われて、いや、予定がとか、なんかついしどろもどろになりましたね。しどろもどろに。小西浜町、生意気な兄ちゃん。徳之島、闘牛は私っての宇和島とかですけどね。宇和島でも見たことはないけど、結婚、しこたま、私飲めないからぶっ倒れますよ。明日も走れなくなる。漁師町、そうですね。話か。日程が、あっちは振動があったのか。でもよかった、こっちで。ああいうのいいですね。っていうか、そこまで話しかけられるか。自転車で走り去ろうとした人間にまで話しかけてくれるのか。そう、残り4日あるっていうのは、ついなんか自分が隠し事してるような気がして、聞かれてもいないことまで喋ってしまう。戻りたく。津波、こっちはどうなんですかね。ないんじゃないですかね。そう、GoPro 乗ってまた登ってる。たまに飲んでる。年収前、山陰のあれ何駅だったかな。昼飯作ってたらおじいさんに聞かれましたね。年収じゃなくて、貯金がいくらあるかかな。貯金がいくらあるか聞かれたことあります。道端で。パンクはまだです。今回ないです。珍しい。あれは何駅だったかな。町の名前とかもよく覚えてなくて、その物事が起きた場所の記憶だけやたら鮮明なんですよね。2000万程度です。おう。そう、道端で。なんでですかね、あれ。そう、これヘルメットの上です。ああ、そうそう、子供に名前よく覚えてますね。吉川ですって答えました。広角だったら、そう、頭に2台カメラあります。1台にしたいんですけどね。GoPro の出力をうまく、その画角を狭くして中心だけ切り取って配信するっていうことが、今度はライブシェルっていう配信専用ハードウェアのライブシェルプロっていうのが出て、ライター、そうそう。で、その盗聴器一つ。後ろに、どちらかというと肩車の位置じゃないですかね。チョキッと練習。ダンプ、預金。あれ？
四股術後なさすぎて泣いた。なんだっけ。GoPro でバイクでやってる人見たことあります。でもやっぱりなんか画角が広すぎるせいなのか、あの GoPro の画質を生かすのは難しそうですよね。ナイター。ああ、ライターがナイター。そうか。なんかナイターがなんとかって聞かれて、一体何を聞かれてるのかっていうのをだいぶ時間かかったんですよね。あの把握するのに。ああ、ライターっていう。その年収おじいさんの、違う違う、貯金おじいさんの時の話ですね。私は本当に愛の推測することができないからな、前後の文脈から推測することがよく覚えてますね。でそこから逃げるように去るときに、ポタファイ忘れてったんですよね。でおじいさんも戻っていくところに、忘れ物しましたって一言声かけて、銀貯金、左海です。海の向こうに見えてるのはタピザキじゃないかな。うん、角度、方角的に言って多分そうですね。あー、喉乾く。小さい炭酸が欲しいよ。自転車買いました。ビアンキのクロスバイク。見えましたか今犬。18時までには着けると思います。ただキャンプ場受付がもしあるとしたらもう終わってるでしょうね。さっきと千田さん民家の玄関のワンちゃん、自販機ないですね。この子はこの辺りだったらあっても良さそうだけどな。生きがい、そこまで行っちゃったらダメですよ。なんていうかキャンプ場はですね、大間なんだったかな、大間なんとかキャンプ場、いや多分予約しなくても入れるとは思うんですよ。朝払っても OK なぐらいの、あ、違う払うんじゃないや、あそこ無料だから。受付で名前書かなきゃいけないかどうかですね。あー、本当にフラットだ。アップダウンじゃない、アップダウンがない。マグロ、あ、大間崎にマグロの像があるんですかね。あと大間崎は歌の日とかがあるのかな。あ、便所ありますよ、あのキャンプ場なんで。しかもなんか水洗の綺麗なウォシュレットじゃなかったっけ確か。ライダーハウス情報になぜかその大間キャンプ場のことが載ってて、朝地元の人がボランティアでやってきてゴミ拾いしてるとか、そうウォシュレットがあるとか。あ、スタンドに、あ、私スタンドの中に入って自販機使ったことまだないんです。一遍やってみたいと思ってるんですけどね。光栄、原発口付近で会い旅行満喫しております。今日は坂道を満喫して、もう腹いっぱいです。もう入りません。ととか東京よりロシアの方がどうかな、どうだろう、単純に距離でっていうことですよね。ちょっと分かりません、私の頭の中では。サハリンとか、あ、コンセントはないと思います。あっても無断で使わないようにはしてるので。で今日はもうほとんど昼間配信できてなかったんで、弁天島って大間崎のさらに沖の方にあるあれですかね、あれは行けるんですか。国後レトロフか。おっぽプーチンによろず占いかな、これよろず占い館どころっていうのはどういう、ああ、そこゴミ箱ないな。神社なんですかね、あれ。25前提の。ああ、喉乾く。麦茶飲もう。
お、猫が2匹もいた。一つ。冬は、うん、北海道もそうなんですよね。明るいうち、まあ、大間崎の景色は明日の朝のつもりなんですけどね。まあでも、夕暮れが見られるかもしれない。すごい坂ですよ。そんな簡単じゃないですよ、あの坂道。本当に西伊豆思い出す。さっきツイッターで書いたけど。あとあの、GoPro 録画中にも散々言ったけど、西伊豆っぽいです。あの、500の峠はさすがに西伊豆にはないですけど、100、200のアップダウンが続くのは本当に西伊豆に似てるんですよ。なんでそんな道だってペアレントさんが勧めるから。あの、こちらの海沿いの絶景の方行くか、こちらの楽な方行くかっていう風に言われて、もうその海沿いの海峡ラインをにチャレンジしろっていう感じがありありなんですよ。ありありありなんですよ。まあでも景色がいいとこっていうのは確かに、あと仏ヶ浦っていうのもコメントで勧められてたんで、まあ確かにそっち行っといた方がいいよなと思って行ってきたら、まあ意外と無理ではなかったんですけど疲れました。どちらかというと峠よりもその仏ヶ浦を歩いて登り降りしたのが疲れてしまった。ああ、この辺りの建物は、ああ海の方、ああそうそう、そういう感じでした。あ、記載ないですか。じゃあいいのかな。私が見てると哀愁を。まあそれは観点か、観点次第かな。コンビニ、ああでも、ああどうだろう。確かなんかライダーハウス情報に食べ物の情報書いてあったよな。配信、雨だったり電波なかったりで、あの、不本意ではあるんですけど、ジェシーさんいらっしゃいませ、申し訳ないです。努力はしてるんですが、いや、うん、まあ大体してるんですが。ウニ、それは密漁になります。で、また上り坂が見えたな今。あ、スーパー、北海道キャンプ、そうですね、今日はキャンプ配信をすると思います。何キロくらい、70キロオーバーぐらいのはずです。大間に着いたらラッコ、あ、夜は結構涼しいと思います。スーパー、そうですね、マグロの刺身定食を自分で作れるってライダーハウス情報に書いてあったから、カメレオンテはバッチリですね今のところ。あ、テントサイトって言うんでしたっけ。集略しろ、はあ、晩ご飯はそうですね、本当は食堂でマグロでも食いたいとこなんですけど、今日は昼で結構贅沢したからな。なんかスーパーで大間マグロとか売ってたらそれ買ってきたいですね。あ、お酒飲めないですよ体質的に、はあ、なあ、はあ、電源、あ、水地場ありますね、はあ、そう、マグロ刺身はもう食ってるんですけどね、今回の旅行で、はあ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 、ふう、はあ、食事がそうかもしれない、珍しくマグロ漬け、漬けマグロインスタント、今日あの朝痛風、贅沢してるとですね、なんか痛風になるっていうのはウニとかそのあたりのイメージかな、マグロはそうでもない気がする。プリン体とか、あ、回線は特に、あ、今ここ大丈夫ですか。でももうそろそろ iPhone のバッテリーが切れるので、後ろのバッグに入れて充電しないと。
何がある？ Go。 他のイカアウト、イカアウト、ああ、イカか、マグロでしたよね、でしたよね、ってかですよね、多分そうだと思う。あと12キロか。4時半、あ、歌舞伎のマカッタです。脊髄、マグロの骨ってどのぐらいの 太さがあるのかな。トロ、魚の脂もやっぱそうなんですかね。動物性脂肪は、はあ、1000円激安かな。確かにいろいろついてあれは安いと思うけど、はあ、噛むと厚木があります。はあ、あ、なんて、はあ、歌舞伎、あれ単にあの福浦定食とかと同じ意味かもしれないですね。歌舞伎丼は福浦丼かな。あと1時間、そうですね、あと1時間ちょいぐらい、このペースだと。ああ、船橋、大間崎もそうかな。ん？食堂で歌舞伎揚げうまいですね。もう久しく食ってないな。あの船橋まずいらしいですね、臭いって聞きました。蚊もいましたね、昨日は。今日もいるんでしょうけど、テントを張って、で中に入らないように、あと入ったとしても中でぶっ殺してしまえば大丈夫です。昨日のテントでは、あ、一昨日か、一昨日のテント泊では、店はもうちょっとってあるんじゃないかな、テント泊では蚊が1匹しか入ってこなかったんで、そいつをあのひねりつぶしてやったんで。船橋トラック、あのウェブカメラだと結構そう見えるみたいですけど、今のぐらいのは全然問題ないです。炭酸、あ、そう、炭酸のこと思い出した。船橋あんだけいるから食料になったら結構なもんだと思いますけどね。え、鍵発見なんかしたっけ。あ、ここの風車、あのあの翼の先端にあれがついてる、ウイングチップとかウイングレットとかいう飛行機のあの、うん、テントの中で、今寝袋使ってないです。寝袋使うほど寒くなかったんで。あ、そう、エビの味、そう、エビの味してもいいんじゃないかな、あれは。シャコとか、うん、食べた人は臭いっていう話なんですかね、やっぱり。やつら役に立たないな。あ、電波いいですか。あれは何ですかね、騒音防止とか油で。ああ、セミの唐揚げうまいんでしたっけ、確か。あ、でもこの手の話あまりすると気持ち悪いって人いそうだからやめとくか。ブルースリー、あ、うん、前田ストア、前田ストアですね。いいの、捕まえられないけど。セミは、ああ、船、セミはなんか、ああ、あまり言わないでおくか。ああ、なぎ、うん、私もイナゴはないな。高級バイク、うん、定価8万4000円の自転車です。うん、ゼニクル、あ、それなんか見たことある、ブログかなんかの記事で、漫画だったかな。お、大間町だ。町の境があるってことは、多分上りもあそこで行ったまりだ。はあ、西村から大間町に、私ですよ、放送者私じゃないですか。来て、
コレート、ああ確か郷土料理ありますよね。おまあ、来た、はあ、エビと、うん、まあエビみたいなもんですよね。カニが昆虫食、そうカニとかエビとかと同じ感じだと思うんですけどね、うまいかどうかの違いであって、はあ、私ってマグロなの、やった置いてくれたことがある。よし、でこっからもう大間の市街地までは11、2キロ。ああ今消えた、ああ iPhone 切れたか。じゃあ次ワークとの間に何とかしときます。 GoPro もメディア交換しなきゃいけないし。お、あとこの、あ、焦がないで、このでも進行方向に平行なこの溝が嫌だ。わずかにタイヤ取られるのが嫌だ。マウンテンバイクはクラック入っちゃいました。思いっきりクラックが入ってました。マグロのまだしない。うわうわ、また登るんかい。アップダウンしかないよ。溝怖いですよね。なんか左右に微妙に動かされるんですよね。一本釣り来てください。だから日々のことですね。うわ、うん、暗くなっちゃうねって言われたからよく分かりませんでした。昆布の、確かに昆布はさっき途中で仕上げやってるとこありましたね。道端で、道端でですね、こけたか、いやいつの間にか、知らない間にダウンチューブに半周分クラックが入ってました。クラックひびですね、ひび。なあ、変速面倒だからしなかったから。あ、自転車、はあ、マグロはキハダマグロっていうのがいるのは知ってる。あとは何マグロがいるのかな。本マグロとかもいそうだな、はあはあ、釣りでクロマグロか。なるほど、本マグロは逆にいないかな。私頭の中で本出しと混じってんのかな。あ、お疲れ様です。あー、ビンチョウマグロ、カジキマグロも確かそうか。カジキマグロってどっちの種類なんですかね。あ、お疲れ様です。じゃあ次枠の間に今ここ復活させて GoPro のメディア交換しなきゃダメだな。お疲れ様です。あ、お、なんか見えてきた。あー、なんだこの島、岩。3分間待ってください。トロがない。ああ、油が。ん？江ノ島。ああ、向こうに見えてるの北海道かな。40秒無理。トロ。お疲れ様です。江ノ島。どっか路側帯の膨らんだとこで、あそこにあるかな。あ、気温も下がってきて汗があんまり出なくなってきたな。GoPro のメディア交換するためには、よいしょ、まずメディア出さなきゃな。よっと、そうだ、iPhone 先につないで、
あれ、まだ切れてない。ってことは、サーバーかこっちの問題か。今ここにして、メディアはどこ行ったっけ？メディア。そうだ、メディア取り出しやすいようにウエストバッグの中に入れてたんだ。じゃあ GoPro、 はい、 GoPro の映像はしばらく止まります。